ちょっと待って、みんな一緒に行こうよ。ちょっとなぜか、そう、俺ね、矢印待ち、久々にマップ見間違えてね、下に向かって走っちゃったからもう間に合わないと思って、え、分かんなくなっちゃった。小屋にそれぞれ行けばいいの？そう、あの緑の点がついてる小屋。あー、あー、緑何個ある？そう、6個。6個もある。1、2、3、4、5、6。はい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 。それぞれに入って中で祈るを使って、ちょ、どこ行ったか分かんなくなるから、友についていくね。え、私今八神の点見てるよ。みんな誰かを追いかけている。みんなって言ったけど私たち2人だけだよ。八神は1人で行動している。八神は独走している。あー、なんか青いですね。あ、青い風車が青いのか。そうか、へー、祈る？祈り。そう、どうでもいいけどさ、なんか俺がさ、ちょっとさ、青春そうな声出すとさ、うん、漏れなく嫁である三田太郎は絶対イライラするんだよね。なるほどね。何？何言った？なんかさ、俺がさ、こんにちはみたいな声出すとさ、ほらほらほら。腹立つ。腹立つ。腹立つ。そんなに腹立つことある？うん。お？うん。だってそういう男の子の声の人いるじゃん、普通に。いや、ほんと、あの、元からそれならいいの、別に。うん。おめえのは腹立つ。おめえのは。おめえのその、ちょけてふざけたその声は腹立つ。な、ちょけてふざけてはないよ、真剣に出してるよ、バカ。バカ。でもちょけた時によく出しすぎて、太郎にはちょけて聞こえる。なんか、何、そういうボイスこと、下にもあるんだ。あ、当たっちゃった。あー、ごめん。そう、歌い手をバカにする時に使うことあるけど、全然。ほらミニマップしか見てなかった。バカにしてる時に使うから、そうなる。しょうがない、だってほら、あいつら吐息混じりで喋ったらなんかイケボだと思ってるから。しょうがない。いいよなー、吐息混じりのイケボ、かっこ笑い。イケボのモノマネするときみんな吐息出すからさ。子猫ちゃんたち、それは、それはバカにしすぎじゃない。滑舌もどっか行っちゃってるけど大丈夫。それはなんか歯抜けたみたいになっちゃって。そんなことないよ。マヒ、めっちゃ取れない。名前はみたいなさ。震えてる。スパチャありがとう。久しぶり。よかったら、お茶バクしてってね。みんなからもらったスパチャで、キットカット買うねって。キットカット買うの。そんなやつ見たことある？お祈り。レンダーアシア大陸の。でもそういうことじゃん。え、でもさっきのはちゃんと頑張ってる声だよ。どれ？さっき出した、あの、そういろいろ複合型があったからちょっと分かんなくて。待って、ちょっともう、どれ？大丈夫大丈夫大丈夫。あ、待って。よし。な、さっき言ったあの、三田太郎ちゃん、寝ないで大丈夫っていうのはちゃんと真剣にやってるよ俺。あの、うって詰まるのがちょっと腹立つんだよな。なんなの、そういうキャラにお好きなことになったことがないのかな。うって詰まる。違う、聞いてくれよ。声出す前に喉の声帯を上に上げないとこの声は出ないんだよ。笑っちゃってるわ。あれ、メルサンディのことダメかもな。全然知らない人がそういうことしてたら耐えられるんだけどな。うん？ああ、いますよ。あれ？あれ？タロいない？あ、やば。あれ？二人がダメそう。ネット切れてる？え？ネット切れてる？帰ってきたか？お帰り？インターネット繋がってるよ。調子悪いだけ？あ、なんか、ヤガミが繋がってない感じ？あん。タロ、聞こえむる？聞こえむ？うん、聞こえむる。聞こえむるよ。大丈夫大丈夫、聞こえむる。ヤガミだけ繋がってない？うわー、ネット切れた。うん、でも、いるのにね。ネット、ネットというか。元気にインターネットしてるのにね。ねえ。ドラクエ元気だよ。今これね、わかんないと思うけど、混戦の状態ですね。そうなんだ。要は、あっちの、自分の声はあっちに届いてないので、
自分の声はあっちに届いてない。多分今あっちは勝手に仲間から抜けたみたいなやり取りしてるんだと思うけど、そういうところもね、余すことなくでお伝えしていきたいと思っております。さあ、というわけで一回ちょっと私は入り直したいと思います。わかります。聞こえてるって。あ、復帰を30分待ちます。あ、でここまで来たから、はい、そっか、ヤガモンのルーラストーン使えるからメルサンディまでちょっと帰ってください。はい、ヤガモン。ちなみにね、面白いことに今のそのバスの音、はい、私多分今日取れてて、うん、だから今の混戦状態もヤガミの声届いてたから、多分今すごい面白いことに。はい、じゃあ行きますよ。ヤガモンだけ取り残されてる。あ、出なきゃ、外に。こっちですね。あ、緑さん、置いていくよ。はい、おかえり。あ、おかえり。なんだ、全部聞こえてたぞ。あ、俺の声は？そう、聞こえてた。そっか。で、うまくいってたら、そのバスにそれが全部録音されてるから、面白いことになってる。なるほどね。はい。聞こえてるぞってなってた。そう、聞こえてた。完全に俺だけ遮断されたからさ。あ、かわいそうに。え、でもドラクエは大丈夫だった？ドラクエからも一回落ちました。あ、だから30分なんか待つみたいなこと言ってたんだ。そう、なんかあの完全に一回ネットから落とされた。うん。なのにグランド大陸の、はい、ディスコードだけ繋がってて。あ、ディスコードってすごいんだ。強いんだ。そう、トモさんたちの、あ、トモさんの画面だけは見えてるっていう謎の状態。あー、なるほどね。三田太郎さん、ラストです。あ、はい。やばい、落ちてる間に乗り換えた。遅れを取ってる、遅れを取ってる。まあ、落ちてたらそりゃそうだろ。それね、しゃーないよな。別に、バトルしてるわけでもないんだから。風車回りです。ありがとう、ありがとう。カーソルの位置も消えてんだよ。突突に俺、どうもね。まあ、悪い気はしないよな。うるせえな。え、ね、あ、ありがとう。いいよいいよってなっちゃう。何もしてないけど。で、さっきの話だけど、はい、あれでしょ、声変わった後はあれじゃん、クンってなんないじゃん。声変え、もう一回やって。ごめん、もう一回ちゃんと聞くから。いや、やるのに準備か、あ、必要ってことを。待って、振らないで。準備の、ちょっと待ってね、準備の後もなってなかった。なんか嘘、なってる。あの、違う、タロが言ってるのとは違うことを思ってるかもしんない。そう、少なからず俺は声変わる瞬間に一回リロードタイムみたいのが入んの。リロー、リローって言いながら、あの、ガンって声帯上に上げないとあの声出ないから。ガチャコ。はは、へーふーへー。なんだろう、なんか面白いな、なんだろう。タロちゃん、大丈夫？あ、そのタロちゃんってなんかそこ、わかるちょっと詰まるやつね。そう、それがだから、ずっと話せればいいのか。東京特許許可局局長、今日9個9個9って言ってれば。腹立つな。腹立つ。ちょっと待って、どうしたらいいんだっけ。え、ロックもあった、私たち。そうですね、紫の点のところに戻ってきて、はい、話しかけたら誰もいなかったところですね。で、待ってね、くしゃみするから。いや、いるところです。はい、あ、いる。よいしょ。なんで待たなきゃいけないの。君のくしゃみを待ってよ。ちょ、誰もいないとこ行っちゃったよ。なんで待ってくれないの。もういっぱいいっぱいになっちゃった。ほぼりやきのこ山の、はい、ホコリ焼きのこ山、プクランドですね。セレドットサンド、はい、あ、違うところだ。セレドット、ホコリ焼きのこ山に行く。はい、ありがとうございます。ホコリ焼きのこ山一回行かなかった？行った？俺たち、わかんないです。どうだろう、バシッコ聞いてみます。待って、みんな、バシッ、行ってないっすね。行ってないっすか。ほおずきのささやきを聞いてきました。なんかすごい途切れ途切れでよく分かんなかったです。オルフェア東に出て、オルフェア東からポポリア、セレドット、あ、2箇所行かなきゃいけないの。そう、ポポリアキノコ山でアモデウス倒して、真のセレドットサンドで小作シープ倒す。
ポポリ焼きの小山はキノコが綺麗なとこだ。みんな行ったよね、一回。行ってない。行った？え、みんなで行かなかったっけ、ここ綺麗だねって。わかんないけど、少なからず、わかんない。お前は行っていないということ。なるほど。みんなどっちから行くの？え、オルフェアの町から。オルフェアから？オルフェアの東に出て。はい。待って、バシッコで、ピーピーのお宿まで移動してもらって、ピーピーのお宿に行けばいいのか。待って、追いつく、頑張って追いつくから、バシッコからピーピーに行けばいいんですね。そうですね、追いつける可能性が出てきた。どうでもいいけどさ、ああ、まあ、たまに行ってもらえることはないわけじゃないけどさ、ああいいよね、喋るだけでイケボって言われる人生でありたかったわ。でもいい声してますねって言われてるじゃん。あ、言われるときはね。みんなが言うわけないよね、みんな思ってても言わない人もいるし。しかもさ、どちらかというとさ、そっちってさ、うん、なんだ、好みあるかな。はい、どうも皆さん、やがちゃちゃのこっちの方じゃん。うん、でもいい声ですねって言ってもらえるじゃん。あ、それ、仮初めだから仮初めだけど。でも私ダウナーな時の方が八神の声は好きだよ。あのテンション低い時とか、あとたまにみんなそういう全人類共化計画みんな共になるやばい。でも絶対ね、あの普段聞けない声の方がギャップ感じて好きですみたいな人はいるはずよ。いるはず。出てこいよ。みんな別に思ったこと全部言わないからねえ、出といで。本当に思うけど。集まれ。多分私がドラクエの実況とかこうやってやってる時に、はいはい、今の声を、今の言葉を、切り抜いたらファンに売れるって言ってるのの 90% ぐらいはめちゃくちゃ低い声で喋ってる時だと思う。あー、確かにそうかもしれない。うん、そう。ファンに売ろう。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 全部、何でも何でも金にしろ。もう何でも売る。もう声からパンツから何でも売る。パンツは売るな。やばい。売るな、パンツ。売れんのかな。だって万が一だけどパンツ買ってくれたとするじゃん、その金で新しいパンツ買うじゃん、で、その金で買ったパンツを履くじゃん、そのパンツ売るじゃん。永久期間だぜ。パンツに困らないね。一生パンツ買えるね。そう、一生パンツだぜ。いやでもそういうのでさ、マジで生計立ててる女っているんだろうなって思うときついわ。いや、きついね。いるんだろうな、うん、いるんだろうね。あー、困っちゃうね。いや、メルカリとかがさ、そういうのどうしてるかは分かんないけど、ね、今こういう時代ってどこでも売れるじゃないですか。そうね、本当にそう。って考えると、キモー、パパリアキノコ。いやでも思うよね、なんか、その結局さ、まあ、なんかコンプレックスなわけですよ。何が？この声で喋ってて結局怒られるとか言われてさ、めんどくせえなっつって、普段からこっちの声で喋るようになったわけですよ。うんうん。で、結構長い期間かけて、なんつーの、とっさの時にこの声が出せるようになるにはすげえ時間かかるんですよ。おー。そう、いくらこの声で喋ってても驚いた時とかに、うおーとか言っちゃうわけ。うん。引くみたいな。だちゃんと、うん、おーって言えなきゃいけないから、おー、全部ちゃんとこの声になるようにっていうのにはすごい時間をかけたわけ。なんか大変ですね。そうよ、大変。なんか別に低い声の人でも全然怒ってる感じしない人もいるのに、何が違うんですか？リアクションが薄いからじゃん。リアクションが薄くなっちゃうってことですか？うん、俺ヤガミの時のリアクションは結構作ってる。そうなんだ。なんかそれこそなんつうんだろう、俺ルール、これもね、初めて話すルールなんだけど、うん、こっちの声で喋るときっていうのは語尾を伸ばすようにしていて、必ずちっちゃい母音が入るように喋るようにしていて、へー、田村ゆかりみたいに喋るっていうのがルール。ゆかりの喋り方、そう、多分だけど、これが違いなんだけど、うん、地声でじゃあ自分の自己紹介すると、はい、どうもこんばんは、八神隼人です。キノコでか。うん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 。なんだけど、田村ゆかりってほんと語尾伸びるから、なんか、皆さんどうもこんばんは、八神隼人です。
ていう感じです。そういうこと。そうで、これをベースに例えばだけど何か聞かれた時に、八神さんちょっといいですか、どうしたどうしたみたいな、あーなるほど、何何みたいな聞き方、はあ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 、にするようにしているの。へー、優しく聞こえるように。低い声でも喋り方をそうすればいいってことですか。うん、やだ、やなんです、気持ち悪い。じゃあ仕方がないですね。じゃあ仕方がないです。あ、でもなんか似たような記憶を今思い出したから喋るんだけど、トモさん多分この敵キャラ嫌いだと思う。あ、私嫌いです。でね、うん、あの喋るんですけど、うん、私初めて付き合った人高校の時だったんだけど、はいはい、その人のお家によく行ってたのよ、うん、あの高校と家が近かったから、その人が、うん、だからまあ学校が終わるとお家遊び行ってラグナラクオンラインやったりしてたんだけど、でその時にさ、お家だからさ、うん、お母さんがいるわけよ。そうね。でそのお母さんが私の喋り方が嫌いだったみたいで、へえ、なんかすごいなんていうの、ツンツンしてて、うん、あ、はい、ツンツンしててなんか自分のこと頭いいって思ってそうでムカつくみたいなこと言われたことがあったらしく、 なんてこと、ほーと思って、あのバカのふりしてバカっぽい喋りはやろうとしてた、その時は。あ、たまたま、そうなんですかみたいな、あるよね、なんかちょっと、うん、TPO にあったさ。そう、あ、武器持ってない。だから基本的にあの八神さんは、うん、おちゃらけてるけど仕事ちゃんとできる人っていうキャラクターになるように設計してる。へえ、うん、ディスサイズ、だってそれこそ何、仕事とかもそうだけどさ、ライブのロールと、あの、あ、ありがとう、なんだ、特に何もなかったらさ、あ、倒した、うん、1文字2文字でやり取り終わっちゃうからさ。なるほどね。え、うん、やれば、それは冷たいよ、それは冷たい。違う、あれだったら、どこ行くんだっけ、次、真のセレドットサンド、どこから行けばいいんだ、まああれじゃない、バシコレーじゃない、バシコレーですか、ちょっと、あ、うん、あ、あ、あ、こ、こ、真のセレドットサンド、何があるところだ、あ、真のセレドットサンドは真のセレドットサンドだな、真のセレドットサンド、はい、そう、俺基本的にあれなのよ、はい、一人でいる時とかのコミュニケーションがカバジみたいなもんだから、うっす、うっすって、うっす、いや、いや、うっす、2回しか飛べない、あと、あ、真のね、セレドットサンドじゃなくて、俺戻るけど、うん、あのセレドの、真のセレドの街に飛んだ方が絶対ダメだ、間違い、でも今日は3回使っちゃったからもうダメ、ああ、じゃあ太郎がルーラストーン登録すればいい、セレド、セレドで登録するの、そう、わかった、待ってて、早くして、いいんですか、ありがとうございます、いいよ、ありがとうございます、ありがとうございます、どこでルーラストーン、ありがとうございますだぜ、誰誰誰、教会行かなきゃダメ、教会行かなきゃダメ、教会遠いな、教会の前、はい、待ってて、走りはしてる、でもさ、世間が求めてる声なんかさ、うん、はい、こっちの声の方が受けがいいんですよ、はい、いや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 、うん、本当かよ、どうなってんだ世間は、いやでもね、そうなのかも、配信者ってさ、結構ありのままではいられないところあるじゃん、ある、だから、なんだろう、ちょっといいやつ取っちゃうよね、そう、だから本当は、本当は、どうも皆さん、ヤガチャチャ、ヤガミンこと、ヤガミンハヤトですっていう、登録しました、でやった方が、ありがとうございます、はい、登録、三田太郎さん、登録ありがとうございますってやった方が良かったの、多分、あ、先生大丈夫です、吐くわ、先生大丈夫です、いやでもそうなの、あのね、こびた方がいいのはわかるの、なんだけどさ、きついじゃん、精神が、きつい、聞いてる方もなんか、あ、知ってるときつくなってくる、ことのちゃん、スパチャありがとうね、あとで、あの自撮りの写真送るからね、ありがとう、とか、ゲロゲロップ、おば全部出た、全部、いやー、つらか、
つらかばい。つらかこの前あのセーターを買いに行ったんだけど、あんまり腕が長くないのか、どのセーター買ってもなんかちょっと燃え袖みたいになっちゃったんだよね。三田さん、それ逆に大興奮だよ。やだねー。はい、追いつきました。琴乃ちゃん、そうだよね、さっきのセーターのやつの燃え袖のいいねしてくれてたよね、ありがとうとかって言った方がいいんだよ。絶命。ざわざわする。絶命。死んだ。彼女はもう救えない。ちなみにだけど、もうやめたけど、うん、あの一時期ね、あのアカウント作ったのよ、別の。そう、やめてたね、いつの間にか。イケボ配信者っつって。ああ、うんうん、イケボ配信者と書いてイケボだと勘違いしながら配信者の配信をやったら、果たして配信は伸びるんだろうかっていう実験をしたわけよ、うんうん、でこれで最後にあのなんだっけ、もう一回メルサンディに戻って、あの話しかけたら105。はい、はい。で俺いつもさ、それこそ歌枠とかやるわけよ、なんか懐かしい歌歌いますみたいな感じで、矢神隼人として、うん、はい、どうせとなんて 4,5 人来たらいい方さ、うん、イケボの俺がみんなのことを少し癒したいなと思ってる枠っていう感じの枠立ち上げたんですよ。なるほどね。どうせつ、はい、80いきました。えやばっ。よかったですね。よかったね。平泉生がいる。いい話だね。えやばいね。マジで80ぐらい来て、怖っ。キープ25人ぐらいいて、怖っ。で、まだ本当に配信したばっかりみたいなこと聞かれることが多くて、うん、今だったら子さんムーブできるよねってよく聞かれた。え、それコメントでさ、なんかこうかっこいいとか癒されるとかって言われんの？あ、でもなんか放送にね恥ずかしい話するね。恥ずかしい話。配信自体は8回ぐらいやったの。8回ぐらいやって心が持たなくなってやめたの。なんだけど3回目の配信からはみんなからあだ名で王子って呼ばれてた。ちなみにだけど、特に俺が王子って言ったわけじゃなくて、勝手に誰かが王子って言い始めて、そしたら他の子も王子って言ってくれるようになって、みんな王子って俺のこと呼んでた。2回目の絶命。じゃあ死んだ。今王子失踪してて、やっぱりプリンセスたち大丈夫なのかな。プリンセスたち、プリンセスたち、プリンセス。そうだね、もしかしたらだけど寂しがってる子猫ちゃんたちいるのかな。子猫ちゃんたち。もう見たくない、命が持たない。あらぶるイカ焼き。誰かこのイカ焼きを止めて。無理かも。ちなみにさっき披露したエピソードは、はい、王子のアカウントで言ったでっち上げのエピソード。え、どういうこと？いや、なんか寒くなってきたなと思ってユニクロ行って、で、なんかちょっとニットのやつとか買おうかなと思ったんだけど、なんか俺別に腕とか短いわけじゃないんだけど、なんか着るやつ全部なんか伸ばしても腕できなくて、なんかちょっと燃え袖みたいになってんの。ウケるよねみたいな。うん、それでっていう話して、なんか写真とか残ってないのみたいな、っていうのを言われて、いや、なんかそれの写真とか貼っても寒いっしょみたいなことを言ったっていうエピソードを、ドラクエ10のこの雑談に逆輸入したっていう話。手汗かいてきちゃった。あれ、アラブルイカ焼き。ああもう見たたらさけダメだよ。田中止めて。あのね、なんかね、実験だったんだけど、なんか知んないけど配信するたびになんか浮気してるような気持ちになってきて、なんかね、どんどんなんか心とかもなんか嫌になってきて。あ、じゃあもう向こうからすると急にいなくなっちゃったって感じになっちゃうんだよね。そう、王子。おい、だから急に王子が失踪した感じ。王子か、プリンセス王子。プリンスね。プリンス、あのみんなのことね、みんなのことをプリンセス。イカ焼きバイクに刺すのやめて。
しかもあれね、3回目ぐらいの配信で、うん、要はなんかどういう風に持ってったらいいのかなと思って、はい、って時に一人暮らしなのって聞かれて、あーこれ結構大事な選択肢だなと思って、うん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 、だからなんかその時に昔はどちらかっていうと仕事メインとかでやっちゃってたからあんまり大事にしてやれなかったかなと思ってて、だから今一人暮らしなんだけど、まあもしもねまた新しい彼女とかできることがあったらその時は大事にしてやりたいなっていうのはすげえ思ってんだけどね、みたいなこと言ったらなんかなんだろう、ちょっと DM も来た。え、私なんかどうですかってやつ。あ、なんかどこに住んでるんですかみたいな。どこって言ったの。え、なんかどこだと思うって返した。頭よ。そう、どこだと思う、ちなみに〇〇ちゃんはどこ住んでんのみたいな感じで。みなさんどうしたの。セコ花火。セコ花火。綺麗だな、ドイツ。やば、落ちちゃった。サメになった。かわいそうあの人。もう解放してあげて。もうやめよう。もういい。大丈夫、あと4回分ぐらいの配信のエピソードあるけど。ないない、死んじゃうかも。辛くて。じゃあね、タロちゃんがね、ゲボ吐いて死ぬ前に。レベルも105解放できたので次回からまたストーリー戻っていきましょう。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ほいみんみ助かりました。バイバイ、バイバイ、ほいみんみ。